皆さんこんにちは、料理研究家の浜田美里です。今日はフライドチキンを作ろうと思います。このね、バリ、ガリ、ザクっていう食感を出すために何回も試作しました。で、ついにどなたが作っても失敗しないこのガリッとした美味しい食感のフライドチキンのレシピを作りましたので、ご紹介しようと思います。なぜこの材料を使うかとか、どうしてこういう工程を踏むのかというご説明もしようと思っておりますので、今後の揚げ物の参考にもなるかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきますね。まず鶏の手羽元です。今日 500g 用意してます。 500g ってだいたい8本から10本ぐらいですね。もし手羽元がなければもも肉でも結構ですし、手羽先を例えば組み合わせていただいても構いません。で、ここにレモン汁を入れます。レモン汁は鶏の臭みを取ってくれます。で、おろしにんにくとおろし生姜、これもまた、鶏の臭み消しになるのと、あと香り付けですね。そして鶏ガラスープの素を加えます。あとはスパイスとして黒胡椒、ピリッとした味と香りですね。まあ、お子様用でしたら少し控えていただいてもいいかなと思います。そしてね、もしあればチリパウダー加えてみてください。これなければ省いていただいても構いません。チリパウダーっていうのはチリペッパーとは違って、唐辛子だけではなくていろんなスパイスが配合されているものなんですね。で、メーカーによっても違うんですけど、クミンとかオレガノとかいろんなこう複雑な味わいのスパイスが混ざっているので、このフライドチキンにアクセントとかパンチとかを加えてくれます。まあ、なければ省いていただいても構いません。で、こんな感じで下味とスパイスを揉み込みました。そしたらね、ここに牛乳を加えます。牛乳は 60cc、 この分量も重要です。後でこの牛乳は衣としても使っていきますので、必ず分量を測るようにしてください。この牛乳は鶏肉を柔らかくしたり臭みを消したりしてくれる効果もあります。できればここで1時間置いていただきたいんですね。もし翌日あげるんでしたら、このままラップをして冷蔵庫に入れておいていただいても構いません。ごめんなさい、お見せするのを忘れていたんですけども、この漬け込む前にこうやってここのところに包丁目を入れております。特に手羽元の場合、そして漬け込む時間が短い時はこんな風にちょっと切れ目を入れておくと早く味が染みてくれます。あと火通りも良くなるので、手羽元をお使いになる時はこうやってちょっと包丁を入れておかれるといいです。あと手羽先の場合はこう、これが手羽先だとしたらこうやって骨に沿って入れておくといいですよ。次に衣のご説明をします。バリ、ザク、ガリっていう食感を出すためにとっても大切なポイントがいくつか入っております。まずこれは米粉、そして片栗粉、そして小麦粉です。この割合は2対2対1となっております。まず片栗粉、片栗粉はですね、よく皆さん唐揚げとか竜田揚げの時にお使いになると思うんですけども、揚げ物をする時に片栗粉を使う意味はですね、グルテンが出ないということですね。小麦粉というのはこう水と合わさった時にグルテンが出て粘りになってしまうんですね。ですのでこういった片栗粉とか米粉のようなグルテンの出ない粉を使うとサクサクっとした食感が出ます。なので今日は片栗粉をたくさん使っております。そして同量の米粉も使っています。どうして今回米粉も使っているかというと、サクサクっていうよりはバリバリ、ザクザクという食感を加えたい時、
皆さんおせんべいを思い出してください。あのバリッとかザクっていう食感は米粉から生み出すことができるんですね。なので今日はこのサクサク、ザクザク、バリバリというのはこの辺の粉で作っていきます。そしてもう一つ、どうして小麦粉も入れるか、これはですね、いろんな配合で試してみたんですけども、米粉と片栗粉っていうのは確かにサクサクしてくれるんですけども、今日みたいにちょっと分厚い衣を作りたい時、この衣の厚みがある時に全くグルテンがないというのは、ビルでいうと柱が立ってないみたいな感じなんですね。小麦グルテンというのは生地の骨格を作ってくれるんですね。なので小麦粉を入れないでパンを焼くってすごく大変で、要するに生地の中の柱にイーストがガスを出してこう膨らませていくんですけども、例えば米粉 100% とか他の穀物だけで作るのが大変なのはそういう理由があります。なので今日はですね、粘りが出るほどは入れたくないんだけども、ちょっと生地の骨格をしっかりさせたいという意味で小麦粉を少しだけ入れております。あともう一つ大切なものがベーキングパウダーです。これはガスを発生させてこう生地をふわっとボリューミーにしてくれるところと、サクサクっとした食感を保たせるという効果があります。なので今日は米粉のバリバリ感、そして片栗粉のサクサク感、そして小麦粉で骨格をしっかりさせる、そしてさらにベーキングパウダーでボリュームを出してカリッとした食感を安定させるという、この4つで衣のベースを作っていきます。あとはですね、もう味の問題になるんですけれども、塩を少し、これ普通の唐揚げなどでは下味の方に味をつけて衣にはあまり味をつけないと思うんですけれども、衣が結構分厚いので少し衣の方にも味を入れておきたいんですね。そんな意味もあって塩、そしてもしあればちょっとガーリックパウダーを入れていただくと、なんていうのかしら、ジャンキーな味わいが出るので、今日はガーリックパウダーを入れております。なければこれは省いていただいて構いません。そして最後にほんの少しなんですけどお砂糖を入れております。これは甘みを加えるというほどの量ではないんですね。まあ食べた時にちょっとうまいっていうのもあるんですけど、一番の目的はですね、ベーキングパウダーが入ることで少し生地に苦味が入るんですね。それをまろやかにする効果があります。なのでちょっとなんですけどもお砂糖を加えます。ではいよいよ衣をつけていきます。これが漬け込んでおいた鶏肉です。でまずは先ほどの粉類を全部混ぜていきますね。米粉、片栗粉、小麦粉です。もし海外なので米粉が手に入らなければコーンスターチでもいいです。でベーキングパウダー、ガーリックパウダー、お塩、お砂糖ですね。これらをよく混ぜておきます。さあそうしましたらね、この下味をつけていたボウルにこの牛乳の水分も使っていきますので、この中にこの粉を3分の1ほど入れていきます。このよく混ぜた粉を、まあざっくりで構いませんからね、だいたい3分の1ぐらい混ぜていきます。さあこんな感じでトロンとしたバッター液になります。そうしましたらこれをこの粉に入れていくんですね。私ね、この片栗粉触るのがすごい苦手な、もう料理の中で一番苦手かもしれない。もうなんかズズズってくるの。で、この粉をつけてここに置いていきます。から5分ぐらい置きますね。そろそろ5分経ちそうですので油の準備をしておきましょう。揚げ油なんですが、
今日ぜひ使っていただきたいのはオリーブオイルです。高価なものでなくて構いませんので、オリーブオイルで揚げていただくとサクサクっとした食感が全然違います。私は普段天ぷらとかかき揚げとか和風のものを揚げる時もオリーブオイルを使ってますけども、高温でも酸化しづらいのですごくサクッと揚がって全く胃もたれしません。特に今日のガリガリザクザクチキンにはオリーブオイルを使ってみてください。油の量はひたひたぐらいで大丈夫です。5分経つとこんな風に水分が粉を吸ってちょっとしっとりしてくるんですね。そうしましたらもう一回粉をつけます。これがあの食感を生み出す秘訣になります。それでカロリーが気にならなければ、これをですねもう一回このバター液につけて、そしてもう一回しっかりこの粉をバリバリとつけることをおすすめします。そうするとバリバリザクザクっとした厚い衣ができます。もしちょっとカロリーが気になる場合はここは省いてすぐにもう一回粉をつけるだけでも構いません。厚めの衣を作りたい場合はもう一度こちらにつけて粉という風にしてください。こうやって衣を二度漬けにすることであの食感を生み出すことができるんですね。油がだいぶ温まってまいりましたので鶏を入れていきます。最初はそんなに強めの火でなくても構いませんので 4,5 分まずは揚げていきましょうかね。衣がお花みたいに膨らんできてるの分かりますか？ベーキングパウダーの効果です。さあ5分ほど経ちました。まだ色はねそんなにこんがりした色ではないんですけど、一旦引き上げます。でここで余熱でも火が通りますので、まだこの段階では完全に通ってなくても大丈夫です。そしてここで一旦余熱で火を入れていきます。その間に次の第2弾を揚げていきます。こういう風に油に浸りきってない状態で揚げ物をするときは必ず下がきっちり固まってからひっくり返しますね。でないと剥がれてしまったり、まだちょっとこううまく広がってない状態です。触ってしまうことになりますので、今日で言うと2分ぐらいかな、2分ぐらい下火を通してからこんな風にひっくり返します。さあ第2弾も5分ほど経ちました。でも一度引き上げます。今から火を強めるので焦げるといけないのでちょっと取っておきますね。それでは2度揚げをしていきます。1度目の方は余熱で火が通ってますので最後はもうカリッとさせるだけです。2回目に揚げるときは高温で揚げたいので、あまり一度にたくさん入れすぎないようにしてくださいね。時々こう持ち上げてあげると油の温度が上がりますので、たまに持ち上げながら、できました。食べてみましょうかね。音聞こえます？
ザクザクで中はジューシーでとっても美味しいです、うん、でも食べちゃおう。